伊達明きよ1月1日から1994年12月25日は日本の裁判官、弁護士、法学者、法政大学名誉教授、砂川事件一審において日米安全保障条約によるアメリカ軍の駐留は日本国憲法違反とする判断を示したことで知られる。大分県出身、旧正静岡県立掛川中学校を経て、 旧制静岡高等学校に進んだ。高校時代、軍事教練に反対して安倍川とか演習を拒否したり、重装時の命令に従わなかったことがあったという、京都帝国大学卒業。1933年判事となる。1942年、満州国司法部刑受三時間となったが、この時期、不当に拘束され強制労働をさせられた、中国人らを、 次々と釈放していた、との逸話がある。最高裁判所調査官などを経て、1956年、東京地方裁判所判事。同年10月19日、博士論文、創造的併合裁論で、立命館大学より、法学博士号を得た。在日米軍が使用する立川飛行場の拡張に、 反対する砂川闘争で強制測量に抗議するデモ隊と警官隊が衝突する中、基地内に立ち入った学生や労働組合員が逮捕され、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪に問われ起訴された砂川事件の裁判を担当した。1959年3月30日、日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、 指揮権の有無、出動義務の有無にかかわらず、日本国憲法第9条二項前段によって、禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。従って、刑事特別法の罰則は、日本国憲法第31条に違反する不合理な、ものであるとして、日米安全保障条約による、米軍駐留は、憲法違反であり、刑事特別法は、無効、7人全員無罪との判決を下した。 あとに、だては、日本に戦力がないから、米国の戦力で日本を守ろうというならば、従来の武力によって国を守ろうという考え方と少しも変わらない。これは、日本国憲法が掲げる平和主義の高い理想に反すると語っている。1961年弁護士を開業、新橋総合法律事務所を設立した、後法政大学で法学部教授、 工学部長などを歴任した。1994年12月25日死去、85歳。ありがとうございます。